まず、コンピュュータのセキュリティについて、そしてこのビデオでご紹介する n o t o ク3 6 0でどのようなことが行えるのかということをご紹介します n o t o ク3 6 0は皆さんのコンピューターセキュリティを安全に保つためのツールですただし n o t o ク3 6 0でできることはそれだけではありません大切なデータを万が一の事態から守るための バックアップの機能や、コンピュータを快適に利用し続けるためのチューンナップの機能があります。コンピュータの利用には、さまざまなリスクが伴います。コンピュータウイルスやワーム、ハッカーによる不正侵入やスパイウェアなど、常にさまざまなリスクにさらされながら、私たちはコンピュータを利用しています。 ですからそのようなリスクへの対処はコンピューターを利用する上で必ず必要なこととなっていますノートン360のセキュリティの機能は常に最新の情報をもとにそれらのリスクへの対処を行い皆さんが利用するコンピューターを安全に保ちます電子メールの送受信をする際に行われるウイルスやワームスパイウェアのスキャンやネットワーク上のセキュリティ監視機能など 各種の機能を利用して、さまざまな脅威からの保護を行います。ノートンスリーシクスティで行えることは、それだけではありません。コンピュータを快適に使い続けるための、チューンナップの機能が搭載されています。コンピュータは、さまざまな用途で利用するため、多くのソフトウェアがインストールされます。その結果。 自動的に多くの設定が行われますそれらの設定の中には実際に利用する上では不要なものもありコンピュータの起動や動作に影響を及ぼすことがありますまた長期間の利用によりディスクへの書き込みや削除が繰り返されファイルが断片化されていきますそのような断片化もコンピュータの動作に大きな影響を与えます ノートン三シックスティではディスクの断片化を解消し、不要な起動プログラムをオフにすることでコンピュータの起動をスムーズにし、さらに動作を快適にします。コンピュータには不良のトラブルはつきものです。正しく利用していたとしても停電や物理的な障害、紛失など思いもよらないトラブルは起こるものです。ですから大切なデータは なくなってしまわないようにバックアップを取っておく必要があります。ノートン三シックスティにはバックアップの機能が搭載されています。重要なファイルを外付けハードディスクや USB メモリなど物理的に異なる外部のメディアにバックアップを取る機能があります。バックアップにはスケジュールや対象を設定し、突然起きる不慮のトラブルから大切なデータを守ります。 さらにセキュアオンラインストレージを利用することで、オンライン上のスペースにデータをバックアップすることもできます。このようにノートン360はセキュリティの機能だけではなく、チューンナップやバックアップなどコンピュータを利用するための安全性や快適さの確保を総合的にサポートします。 コンピュータを利用する上でのリスクとはどのようなものがあるのでしょうか。ここではコンピュータを取り巻くさまざまなリスクについてご説明します。またそれらの脅威からノートン360がどのようにセキュリティを実現しているのかをご紹介します。まずマルウェアについてご説明しましょう。ウイルスやワーム、トロイの木馬といった コンピュータに対ししてて、悪質な影響をを施すプログラムを総称してマルウェアと言います。マルウェアは電子メールやインスタントメッセージなどの通信ツールを利用して拡散されますその他にもウェブサイトやピアツーピア型の接続ツールを媒体として感染する場合もありますマルウェアはハードディスクの内容を変更する削除する 盗むなど、大変悪質な動作を行います。まず、基本的な対策として、身に覚えのない相手から届いた電子メールや、インスタントメッセージに添付されたファイルを開かないこと、本文内に設定されているウェブへのリンクをクリックして開かないことなどがあります。その他にも、USB メモリや SD カードなどの物理的なメディアから感染することもあります。 電子メールやインスタントメッセージにおいての対処と同様にそれらの物理的なメディアにおいても不審な相手から受け取ったものはコンピュータに接続しないことが基本的な対策ですしかしそれだけではマルウェアへの対策は不十分ですそこでノートン360を利用しますノートン360は 電子メールの送受信時にそのメッセージをスキャンしますそしてウイルスやワームが見つかった場合はそれを駆除しますまた自動的にあるいは任意のタイミングでシステムをスキャンしてウイルスやワームに感染していないかどうかをチェックして駆除を行うことができます電子メールの送受信や外部メディアの着脱といった人為的な操作によるもの以外でも コンピュータは常にネットワークを通じて通信処理を行っています昨今のコンピューターソフトウェアはネットワークを利用することで自動的にアップデートを行ったり情報の送受信を行う仕組みが取られているものが多くありますつまり自分が気づかないうちにコンピュータはさまざまな情報を送り出しそして受け取っているのですさらにその結果をもとに自動的に処理が行われます ただしその仕組みが悪用され不正なプログラムを埋め込まれたり大切な情報を盗み出されたりすることがありますそこでノートン360ではファイアウォール機能により外部との通信を常にチェックして疑いのある通信を遮断し多くのリスクからシステムを保護しますそしてファイアウォール機能によりスパイウェアからシステムを守ることができます ウイルスもスパイウェアもユーザーが気づかないうちに感染し、大切な情報を盗み出すような悪質な動作を行います。しかし、スパイウェアはユーザーが気づかないように重要な情報を盗み出したり、キーボード操作のログを取ったりします。スパイウェアに対する基本的な対処方法としても、ウェブページや電子メールなどに含まれる疑わしげなリンクをクリックしないことが挙げられます。 ただしそれだけではスパイウェアからのリスクを取り除くことができませんそこでノートン360ではファイアウォール機能により外部との通信を常にチェックして疑いのある通信を遮断しますスパイウェアによる不正な情報の送受信を防ぐとともに不正侵入も検知して防ぐことができますスパイウェアへの感染や不正侵入などは 個人情報の漏洩を引き起こしますさらに昨今ではフィッシング詐欺という方法により個人情報の漏洩が引き起こされるケースがありますフィッシング詐欺とは信用のある会社の実際のウェブサイトを装い個人情報を入力させ盗み出す詐欺行為ですフィッシング詐欺に対する基本的な対処方法としても不審な電子メールに含まれる疑わしげなリンクで開くウェブページは 利用しないということが挙げられます。また、多くの最新のブラウザにはフィッシング詐欺への対策機能が搭載されています。それらを有効にすることにより、ある程度の対策を取ることができます。しかし、それでもフィッシング詐欺への対策は十分であるとは言えません。なぜならば、フィッシング詐欺サイトがすでに知られているものかどうかを調べるだけだからです。 ノートン360にはフィッシング詐欺からユーザーを守る強力な機能が搭載されています正規なウェブサイトであるかどうかを的確に判断しオンラインショッピングオンラインバンキングあるいはその他のウェブ閲覧において個人情報を保護します